はい。まあそちらの鳥居方向ね。まあ車の止めた場所から150メートルぐらいあったかな。まあ2つばかりね、鳥居をくぐりました。まあこちらがね、月並み神社。八世紀末、当神社の近くに住んでいた車持ちの君の子孫、風の三郎が国司の交代の時の鍵牛に任じられ、当社の前身である車持ち神社を建てました。まあ、三郎は坂上田村麻呂の、まあ、江戸征伐の時、まあ、神津勢の総帥として功を挙げ、恩賞として全地の姓を受けました。まあ、三郎の徳を慕って村民はこの地を善寺と呼ぶようになったと言われます。月並神社、まあ、祭神はね、山の神大山津御神の社殿は正保4年1647年の建立と言われますが、まあ、元文元年1736年に建てられたという記録もあります。まあ、当社の地はね、古来榛名神社の参道で、同社の月並み、まあ、築地の井、際に、まあ、要拝し、この社名になったと思われます。まあ、石像物にはね、江戸時代初期の石灯籠と水鉢、銅、周期の狛犬などがあります。初詣に、まあ、十三重の塔の小さな穴に米粒が入ると御利益があると言われています。まあ、梅のね、梅祭りの会場も全地会場になってますけど、まあ、そういった、まあ、地名の由来があるんですね。まあ、こういったね、江戸時代初期の石灯籠、まあこれのことかな。江戸時代初期の、まあ水鉢。そして、江戸時代中期の狛犬。まあ、左足のところ大丈夫ですか？ひびが入っていますよ。こんな感じの狛犬なんだね。すごい。まあ、損傷しているわけじゃないと思いますよね。まあ、ちょっとわかりませんね。はい。十四の下。月並神社。まあ、財産処分、広告。まあ、いろいろあるんだね。こういった感じの場所です。あ、今さっき説明版に出たのはこれかな？まあ、
江戸時代初期のね、石灯籠。それと、水鉢。まあちょっと難しくて、もう文字が読めないですね。まあ拝殿。そして本殿。こういった感じのね。これは真下かな。まあこっちから見ていきますか。ほほう。だるまさんが置いてありますよ。そして石の祠。まあこちらにもね。ほほー、まあ背景がすごいですね。すごいね。はい、社殿にね、まあ、向かって右側、まあ、このようなね、抹茶があります。まあ天神宮。そうですね。まあ、かろうじて読み取れます。こういった石碑も天神宮。まあそしてね、まあ、こちらにね、まあ先ほどの説明版に、まあ七重の塔出てきましたよね。1、2、3、4、5、6、7。なんかあれですね、修復の跡なのかな。
まあ、ちょっと新たにね、まあ、作り直したのかなという。そしてね、まあ、社殿側っていうかな、あそこわかりますか？まあ、穴が開いてるんですよね。まあ、あの穴の中にですね、お米の粒を、まあ、投げ入れるんだそうです。そしてお米の粒が入った方には、まあ、ご利益があります。なかなか入らないですよね。まあ、手元にね、まあ、米粒あればね、やってみるんですけど。でも面白いね。はい、そんなわけでね、このような月並み神社さんからお送りいたしました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、そちらに車を止めてね、ちょっと戻りました。まあ、するとね、まあ、針尾の巻。平安時代に群馬県には朝廷の治める馬の巻が9つありました。針尾の巻は嬬恋村の羽尾説と渋川の柏原説、そしてここ、まあ、禅寺説があります。まあ、神津家の国伝説、雑記国名王の巻に、東西が約710メートル、南北480メートル、まあ、市内に、まあ、練馬線がある。ここを針尾の巻という。春名山のお先に連なる山地ならば、まあ、孔雀より針尾と言えり。縁起式、右、馬、両。まあ、神津家の国、熊木の石という、と書かれています。まあ、字はね、君が針であって、尾はね、山の尾のことから、まあ、針尾はね、春名山の尾の略であるとしています。針尾の泉は、まあ、月並神社の東30メートルの道下にあり、小川となって、南東へ流れていくと、針尾の滝となります。まあ、滝の上に古の針尾の泉、いつまでも月せぬ跡を世にとどむらんの歌碑があります。ははまあ確かにそこ滝みたいになってますよ。まあそしてね、まあ上にはね、歌碑。まあちょっと行ってみましょうか。はい、そちらのね、解説版から、まあ、やってまいりました。まあ、針尾の滝。もう、水しぶきがかかりそうですけど。まあ、サーガニとかいそうだけど、いないよね。あ、ほんとだ。まあ、先ほどのね、まあ、歌詞かな。はい、ここが針尾の泉でーす。もう歌忘れちゃったね。ご視聴ありがとうございました。